はい、どうも、Pコース、まえちゃんです。ゆうせいです。せいでーす。おはようございます。ハッカーみたいな、急に。ちょっと今日は僕が進行させていただきます。分析の鬼で。ちょっとこちらのデバイスを用意して。デバイスっていうな。パソコンでええやんけ。ということで、はい、今回なんですけれども。すな、それを。自家製福岡、ベストオブ10番。前回地図学のね10番を懐かしむ回みたいなのを催した結果とかベストオブ10番決めたらいいんちゃうかと。ああれ面白かったよ。ちょっと東福岡の10番ピックアップしてベストオブ10番決めちゃおうかな。いいじゃない。現代寄りになってしまうというか僕たちの代寄りに、まあそうね、なってしまうんですが、そこはあのご愛嬌。そうそれはもう俺らのチャンネルはそうやから。ノミネート。なんか急にアカデミー賞急に96年度ぐらいか7年度ぐらいと思うんだよ。あ、俺らの元山選手。ああ元山選手。でも7年度とかやったな。90最強世代で、そう、最強抜いて最強だったと言われる。群抜いて最強だった元山選手の代。はい、ああなるほど。世代というかチームを引っ張っていた10番元山、元山選手ね。個人としても実は、まあ、ミスターアントラーズ。ああそうやね。ずっとやってめっちゃ好きやってたわ、ちっちゃい時。ああそうなんや。ドリブル、高速ドリブル。はいはい、そう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 。あ、結果がすごいもんね。その時の結果もそうやし、まあ、ちゃんとずっとこうプロとしても活躍し続けているっていうところではだいぶ評価高いんじゃないですか。これどうですか。いや、まあ、強すぎるぐらい強いかもね。じゃあもう終わりますか。終わらない。じゃ あ, あのちょっとスピーディーにやっていきますけど、うん、1個上ですかね。1個上ぐらいか。僕たち14年度の選手権なので、うん、13年度松田天馬選手。おー、松田天馬選手ね。松田天馬と木戸みたいな。ああ、そう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 。ほんまにそう。こことこうみたいな。のホットラインみたいな。大学どこ行ってんの。鹿屋体育大学湘南サンド。おー、なるほどね。ちょっと待って。みたいな。ちょっとうちのデバイスですごい情報があります。稲妻イレブン主役の松風天馬のモデルとなった選手。これ、稲妻イレブンの主役のキャラのモデルになった選手。そうなん。スタンダップスタンダップ立ち上がりよーや、いい夏マチャレンジャー。だだだだ。いや俺らの代はその歌やけど。あ、そう、多分ちゃう。あ、多分ちゃうのよ。遠藤守は結構でも一番初期。あ、そうか。ちょっと待ってくれよ。急に天馬が強いぞ。おい、マジか。これはすごい。これも技術とかもいろいろ加味してるけど、こういうのもあるから。そうね。次ナンバー3、中島健介選手。あー出ました。同世代。同世代。何と言っても中島健介選手は、うん、マジかっこいい。かっこいい。俺ら同期やけどかっこよかったね。同世代マジで強かったからね。強かったね。多分あの高体連には負けたことないぐらい。そうかもな。成績立ってるんだけど、うん、当時そのなんて人気すぎて、その俺らの東福岡開幕戦やったやん。ああそうや。でチケットも完売で、なんなら転売でめっちゃ高く売られてます。そう、マジで。中島健介ってザ・10番って感じですよ。あ、トップスターでさ、うん、スルーパス出してそのミドルシュート打って、まあ確かに技術あってっていう。そうやね、プレースタイルはめちゃくちゃ10番っぽいね。10番っぽいな。東福岡のね、なんかこう、そう、なんかね、束ねてる感じ。そう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 、これが一番なんか似合う感じなかった。ベストオブ10番って言われるとちょっとそう結構いい。あれ難しい。ナンバー4、中村健。ああ出ました、中村健人選手。こうした、あの台こそ夏冬撮ってますからね。そうやね、時間してる、はい、だからまあ正直ここ、まあ、ここ最近の東じゃ一番強いんじゃない。いやそうです。結果的なところ、結果的に言うとね、それの10番やろ。それの10番えぐいです。うまかったもん。しかもね、あんまり、まあ、フリーキックとかでも結構話題になったし、はい、中村健人10番の、うん、なんか印象は結構残ってますね。ナンバー5、はい、藤川虎太郎選手。好きやわこの選手。2個下かな、うん、それで言うと。で、1個下の時も出てたね。出てたね。現代版10番って感じするかも。あ、めっちゃわかる。岩田走れたり、うん、岩田、熊本、北九州。あ、そうなんや。なんか元々の俺らの時やったこう9番とか、うん、
なんかそんな感じやけど、今の現代で言ったらもうマジで中盤みたいな感じな。ラスト。ラストか。これ最後。はい。荒木亮太郎選手。荒木亮太郎選手。今も10番か。そして。そうね、アントラーズで今10番。これはちょっと難しいな。ちょっと待って。これ動画的に大丈夫そう、このちょっと迷ってる感じ。相当難しいな。何人やっけ今、6人かな。6人ですかね。6人。静学よりも、うん、なんてこうバラバラな感じはする。あ、そう。俺は静学よりもなんかこうちょっとその バラバラ感がある。ちゃんとアカデミーしてる。俺アカデミーちゃうで。言語化してちゃんと。サッカーとしての10番のこの特徴が結構それぞれ違う感じがする。確かに、うん、だからちょっと迷ってます。うん、僕はもう決まってます。決まってんの早いね。決まってる。決めました。あら、じゃあ決めました。あ、決めました、決めました。一斉のせで名前を言う感じ。 OK、大丈夫。一斉ので荒木亮太郎選手。え、ちゃうかったの。荒木亮太郎。中島健介選手。中島健介。ああ、本山選手。本山全員違う。全員違うな。マジか。選出理由。あ、選出理由。選出理由はシンプルに今来てる。あー、なるほどね。今も10番つけてるしね、うん、そう、10番って感じの。これはもうさっきと違う、逆のこと言ってしまうんやけど、東福岡の10番っぽい。いや、何や中島健介が唯一で、やっぱり同じ世代っていうのもあって、なんかこう、すごいザ・10番っていう感じがした。すごいブレブレやろ。やっぱりそう、強かった。第の10番。はいはいはい。で、その後も日本代表10番とかもなってるのよ。あー、なるほど。いやー、これは難しい。いや、じゃあ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 、多いと思うけどな。その、2番って1回言ってる。あー、2番ってね。順番で言っていい。うん。あんまもう決めたの。もう影響されといてよ。うん。中村健。あ、マジで。一緒です。中村健と藤川虎太郎。おえー、何の意味もない。決まらんかったな。決まらんかった。全員出てきたみたいな。じゃあ結果的に確かに。じゃあ一回3位言ってみます。3位ね。中島健介。ああ、中島健介。元山。中島健介。じゃあ中島健介結構いいんじゃん。1位入ってて3位。そのポイント制にする。1位が3ポイント、2位が2ポイント、3位が1ポイント。そうやね。そしたら中島健介何ポイント？3、3、2、5。1、1の3、3、5、5。荒木選手、3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 、